また偽札？いや、真淵のとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あ、さっきの一人トワイスじゃん。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。ほんま K-POP アイドルやな、こいつら二人。ミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってる。なるほど。もう会えないかと思ったぜ。お前ヒール挟まんぞそれ、下に。いい女が急に消えれや、そりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。どこがいい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あ、さっちゃん、あんた誰なのよ。嫉妬しちゃって。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょう。うわ、軟骨ピアス痛そう。はい。え、はい。何なの。ボスか、お前が。もしかして貯めるな。皆さん、こちらはソンヒ。ソンヒ、我がコミジュルの総帥です。わーお、総帥。まさかのボス。女の人がボスなんや。うわ、貯めて目開く、かわいい。ケバいけど総帥、この姉ちゃんが。コミジュルのボスは女。まさかやな。両方ともビジュアルやいな。ハンピン・リューマンもコミジュルも。マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。はい。箱に詰められた白紙の束。白紙の束。あ、もしかして箱に詰められた。あんたらが流してんの。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる。中国で作られてんのか。ヒールでその上用立てんな、お前。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。ああ、一緒なんや。やっぱり。じゃあ、あんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだ。めっちゃ綺麗な顔してんな、お前。どういうことだ。好き。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。はい。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。なるほど。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだい。もしかしてラオマーちゃん。すべてハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。ああ、チョウやったわ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。おう。じゃあ人民元の方はどうなんだい。あれもコミジュルのビジネスなのか、それともやっぱりハンピン・リューマンの。機械動いてるだけで何もしてない。そのどちらでもない。レーザー出せ。え、あれは言うならハプニングね。ハプニング。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。ほう。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だった。ああ、見ただけで分かったんか。ほな、そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。なるほどね。マブチが考えたんじゃねえってことか。その部下誰や。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。ああ、そうなんや。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。なるほどね。チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってたわ。ああ、そう。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ほう。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるからチョウもやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。まあ確かにな。それがチョウの判断なんでしょう。じゃあマブチは同じ紙で日本円が作られてることは。それは知らんじゃん。当然知らないわよ。なあ。しかし知らないこととはいえもったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品。
オーダーメイドなのに。オーダーメイド。オーダーメイド知ってる？縁の紙は三つまたった植物から作られるの。そうなの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。まあそりゃそうやな。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。確かに。ある筋からその情報は漏れていた。どんな筋やねん。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？え？ああいや。ソンヒさん。意外と若くもねえんだな。もしかしてめっちゃ年いってる？真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんで近づいた？なんであなたは持っているの？あ、あれか。一番。お。あの偽札や。確かにあれ誰が入れたんやろな。ほんでなんで持ってんの知ってんの？あ、そっか、カメラで見てたんか。この偽札はこの場所から漏れたエラー品ね。エラー品。どこにも存在してはいけないはずなもの。あなたはどこからこれを。我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。怖っ。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですから。うわー、二条拳銃。ゆっくり話を聞かせていただきましょう。全然ゆっくり喋らす気ないや。我々はようやくその機会を得た。どうする一番。まった。事情は分かったがよ。そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。ってことは運んできた人分かんじゃん。本当に何も知らないの。ホームレス置き場に。本当だ。ホームレス置き場言うてもった。ゴミ置き場に。打てないと思って舐めてるの。いや、やるときはやる人だって思うぜ。うん、だって総帥やもんな。綺麗な唇。毎日ムラシャンしてんのかな。うわ、谷間すごい。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよ。うわ、鎌掛け太郎してるやん。てんじゃねえか。ソンヒ先輩。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。うん。まあそんなに頭も良さそうじゃないし。みんなそれ言うな。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ。急に怖いねんけど、ソンヒさん。俺がなんだって言うんだ。なんかしてんのか、ナンバちゃん。なんやそれ。お前が偉人町に現れたのは半年前。はい。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。あら、他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を。おいおいおい。なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ。え、黒幕ナンバちゃん。ナンバは村長に俺を手当てするように言われて。それで。じゃあナイチンゲール症候群。何それ。看護師が患者に惚れちゃう。あれ、早口。違うだろう。お前はこの偽札がコミジルのものだと知っていたな。え、知ってた。どうなんだ。行った。ナンバ、まだ総帥が話中だ。おい、ハンジョンギ、いろいろ説明してほしいねんけど。ミニスカすぎ？ナンバー、お前正直に話した方がええんちゃうか？全部。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？ナンバーユー、41歳。元看護師。うん、それは知ってんな。あのね、そういうことを聞いてるんじゃん。秋葉翔一は俺の弟だ。誰、秋葉翔一って。秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は
南波正一だ。うわ、南波やから秋葉みたいな安直。秋葉正一はあんたの弟。よ、待てや、何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。ほう。その名前が秋葉正一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。消されたんか。どこかに消えた。とけんじゃねえ。消す言うてたもんな。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった？そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。え、そういうことだ。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺は、ホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。マジかよ。あそこからならコミジロを近くから監視することもできると考えて。おい、ナンバちゃん。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。おう。お前が来るまではな。一番。そういうことか。え、誰が偽札入れたん？マジで。ほな、気になる。お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも急にええ話になるやん。蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何も知りゃしなかった。そうやな。笑っちまうよな。そうだったのか。言うてくれたらよかったのにな。まあ、お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。え？俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。うわ、おっさんの言い方。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバ、でもこんなことになるなんて。すまん一番。すまんみんな。いや、きっかけはどうあれな、今はもう仲間やんけ。ナンちゃん、お前ら、俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ。どうやねん。え、どうなん、ソンヒ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。おい、かっこええの。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。あれで気に入られてんや。まあまあ、殺されんでよかったや、難波ちゃん。よ、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。分かってへんな、孫悲さん。そんな人間を
仲間って呼ぶの？一番言うたれよ。なあ、そうだな。俺が難波を仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。そうや、簡単には言うてへんねん。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバーはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。うわ、かっこええ。鳥肌だった。ナンバーの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得勘定だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。おい、やめろ。うわ、ブサイクなってる。やめろ。あっ、危なっ。さすが元刑事。俺が言うのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。お、ほんまそれ。この…何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。わあ、すごい展開。これもしかして戦う？ハンジュンギと。うわ、ちょっと待って。うわ、コミジル参謀、ハン・ジュンギ。うわ、しかも3人やん。ちょっと待て、ちょっと待て。23レベルか。オッケー。これさ。あー、無理か。俺、デリバリーヘルプ全然呼ばれへんやん。ちょっと待てよ。どうしようどうしよう。ミラクルボイスなんや。奇跡を起こす魔法の言葉で味方全体のフィジカル系状態上を回復する。あ、状態上系か。オッケーオッケー。ほんじゃちょっとハッスルスマイルを。その程度で自慢されても困ります。はい、かわいい。やんのか。ほら、やるぜ。で、一番で乱心斬りを頼むで。当ててくれよ。よいしょ、229。うわ、全然減らへん。ディバインショット。なにそれなにそれなにそれ、めっちゃ食らう。水曜。ちょっと待てよ、これじゃあハングアップで。マヒ、マヒくれ、マヒ頼む。うわ、マヒらんか。うわ、しかも素早さめっちゃ速いやん。カランビットナイフ、なんか知らんやつ多いな。何それ、めっちゃジャストガードできたけど。ちょ待って、めっちゃ強いやん。やばいやばいやばい。ちょ、守備力上げとくか。お化粧直しや。はい、パンパフパフパフ。かわいいな。オッケー、じゃあもう一回ハングアップしようぜ。めっちゃ MP 使うけど。よいしょ、マヒレ。やっぱボスとかマヒらんのかな。オッケー、追い打ちや。よいしょ、146。スリーピネススキャッター。何それ。うわ、眠り。これフィジカル系ではなさそうか。なさそうやな。ちょ待てよ、かい、いやー、どうしよう。ワンチャン、ワンチャンメロメロなれ。ならんと思うけど。ならんよな。ポイントブランク。なんなんそれ。うわ、心臓めがけた一撃。ちょっとやばいぞ。その程度で自慢されても困ります。いや、行くか、ハングアップ。よいしょよいしょ。うわ、全然食らえへん。うわ、カスが眠ってる。ポイントブランク。あっさー、くそ。うわ、気絶した。やばい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 。ちょっと待て、ちょっと待て。味方全体の HP 回復や。不思議なハミングを口ずさんだ。めっちゃ回復するやん。フェイタルラッシュ。カランビットナイフ来た。これバツバツ。おお、ナイス、余計。え、サッちゃんが勝負一番強ない今んとこ。オッケー、ちょ待てよ。アイテムで状態上系、なんや、フィジカル系じゃない、メンタル系。メンタル系ではないやろ。伝説のキムチ。伝説のキムチ食わしとこうぜ。ここで使うんや。短速で上がった。オッケー、ポイズンシュート。うわ、これ毒か。うわ、最悪や、毒なった。ちょ待て、やっぱ強いな、ボス戦。
うわ、普通の攻撃や。まあ、全然食らえへん。これで元通りだ。オッケー、目覚ました、ナイス。うわ、毒めっちゃ食らうな。オッケー、じゃあ状態異常なんや。ポセイドンパワー違うな。なんかないか、なんかないか。フィジカル系かどうかも分からへん。回復状態、あー、分からん、分からん。メンタル系なんこれ、毒はちゃうよな。フィジカル系か。ちょっと一回使ってみていい？やるか。頼む、治ってくれ。治った。フィジカル系なんや。何がフィジカルで何がフィジカルじゃないか分からんねんけど。はい、ランシングリー、おいしょ。うわー、避けられた。そう、オッケー、ナイス。そうなったら、ダメージ軽減はいらんな。あ、怒り状態はありやな。あ、おっとけ、あっとけ。勘に触ることははっきり言うた。頼む、怒れ。うわー、怒らんか。いや、やっぱボス戦は効かんのかな。うわー、またポイズンシュートやん。ジャスガード、でも毒は食らうんや。うん、じゃあ維持の、いやー、まあ確実にダメージ与えとくか今は。よいしょ、はい、108。うわー、毒状態。次半純儀やから回復しとくか。ちょ待って、フィジカル系ってことはこれで直すんちゃう。痛いの飛んでけ。治った、ポイントブランク。はい、よいしょ。うわ、くそ、うわー、気絶してもうた。いや、めちゃくちゃ強いやん。ちょっと待て待て待て、いや、普通に攻撃しようか。うわ、全然効かへん。普通の攻撃やめといた方がいいな。で、春日は気絶してると。で、次半純儀。うわ、最後に来た。ジャスガード、危なー。ちょ待て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 、マージカルソングやっとくか。うわ、これめちゃめちゃ長期戦になるな。まだ気絶してる。俺のもんか。うわ、ちょっと待てよ、 MP 回復しよう。MPMP、カップ酒、ね、カップ酒でなんで回復すんねん。ほろ酔い状態、いいね。ポイズンシュート、またポイズンシュートかよ。まあええわ、足立さんやったら。 OK で、これでトワリングビートや。いったれ、さっちゃん。いいダメージ、いいダメージ。お、気絶の、気絶戻れ。オッケー、そのままいけ、追い打ちや。よいしょ、126。やっぱ春日がいないとな、攻撃が全然効かへん。オッケー、ジャスガード、よし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 。オッケー、ちょっとじゃあハングアップでやらして。ちょ、巻いてくれへんから、ワンチャン。よいしょ、あー、まひらんか。いけ、追い打ちや。よいしょ、81、追撃1って。オッケー、なかなかガードできるようになってきたな。ほんでここで絆技や。いったってよ、3人やけど。あかんな、一人でどうにかできる言うてることあったな。単純に強いやんけ。とどめだ。はい、とどめ。200超えは食らってほしいな。急にボス戦は心臓に悪いわ。 OK200、 201。ちょ待てよ、なんとかしなあかんな。普通の攻撃は意味ないし、怒り状態にさせるか、ワンチャン。はい、三角。まあ怒らんよな。フェイタルラッシュ、これは弱いか、大丈夫。全然ジャスガードできへん。あー、くそ。そうなったらハッスルスマイルよ、一番にな。はい、頑張る頑張る。ほら、ランシン切りよ。これ当たったらでかいからな。おい、けよっしゃ、229。フェイターラッシュ、オッケー、ナイス。よけろ、いっか。58、最後が強いよな。足立は毒で苦しんでる。そんなことはどうでもいい。とりあえず、春日と春日似てますよね。そうですね。タオリナ飲んどこ。MP 回復する。で、さっちゃんで回復しとくか。マジカルソングや。うわ、もう MP もなくなったな、さっちゃんの。よっしゃ、全回復や。
ポイントブランク。あー強いな。うわーもう気絶が強いわ。オッケー、ランシン切り、よいしょ。234、素早さも速いしな。ガランビットナイフ、あ、なんか血出てないお前、控えたら。ここや、あ、くっそ、33。オッケー、MP 回復しよう。もっと上やな、タオリナ、200回復しとこう。ここ、こういう時にしか使う時ないからな、アイテムなんか。よし、オッケー。気絶しとる。オッケー、行くぞ、ランシン切りや。はい、三角、よいしょ、230、オッケー、3分の1まで来たで。オッケー、ジャスガード、そんでもってミラクルボイスよ。これ気絶も治るんかな。あ、治らんか、さすがにメンタル系かな、気絶は。ポイントブランク、オッケー、さっちゃん防御高いから。お、ミス、でかい、それはランシン切り、よいしょ、おい、リアク23、当てるね。ポイントブランク、危ない。ちょっと死なせたくはないな、さすがに。極み技、マジカルボイスや。節約しとこう。痛いの飛んでけ。うわい。回復量多いね。ハングアップ、これもなかなか食らうからな、紛らんでも。おい、よいしょ、200近く食らってんな。お、追い打ちや。オッケー、出血した、ナイス、これはでかい。よし、あとちょっとやで、これ強いね。あー、くそ、143を食らいすぎやで。マジカルボイス、よし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 、レベル差はあるけど勝てそうやな、なんとか。カランビットナイフ、はいはい、ここ、あー、くそ、タイミング難しいの。おにぎりよ、あ、意地の男だしや、 MP ないしな。なんかもう全然途切れ途切れなってるわ、喋りも。うわ、追い打ち来るね。次さっちゃんやからハングアップしとこう。よし、あとチョンやで、いけ、ナイス。でマジカルボイスよ、あ、マジカルソング、よっしゃ。お前全回復とかやめてな、半準備。ポイントブランク、ここ、あー、うわ、気絶した、最悪や、起きろ。うわ、いやー、ちょっと待てよ、ストライクダウンやな、頼む。あー、もうちょい、出血が収まった、フェイタルラッシュ。さあガードするで、ここ、オッケー、ジャストガード、ジャストガードでも食らうね。オッケー、こうなったトワリングビート決めたってや、さっちゃん。おら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 、おっしゃ、半巡業倒した、2万円。これもしかして次損費来るとか言わんとってな、結構きついで。